柴田勝美は日本のフィールドホッケー選手。1932年ロサンゼルスオリンピックに出場し銀メダルを獲得した。1942年に最小集を受けて出生した中国で戦死戦没オリンピアンの一人である。名前については勝美と表記もされるが、一つ橋石文の会によると本人は勝美を使っていたという愛知県生まれ。 1926年に東京商科大学に入学、同大学のホッケー部を全国レベルの競合に押し上げたという。1932年に東京商科大学卒業をして間もなく、1932年、ロサンゼルスオリンピックにホッケー競技のメンバーとして参加。同大会は世界強行の煽りを受け、ホッケーへの出場は参加国であり、日本チームはインドに敗れ、 アメリカに勝利して銀メダルを獲得した。なお、オリンピック日本代表としては団体球技で初のメダルであり、またホッケー競技では唯一のメダルでもある。保険会社に勤める傍ら競技も続けた。1939年に王将、国内で2年の兵役を務める。製紙会社に転職し、1942年3月に2度目の招集を受ける。 1942年8月、中国、山東省において戦死32歳。最小州直前の1942年3月18日から、戦死2日前の8月6日までの日記を残している。仕事や会食を日記に記していた一市民に、最小州令状が届き、小学校入学を控えた長女を含む家族との、時間を過ごす家庭を含み、応召後は、 戦地の日常が描かれている。この日記は長女が保管していたが、一橋大学の戦没者の調査、研究を行う団体、一橋石文の会に持ち込まれ、2021年に公開された。ありがとうございます。